鼓部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では207番目に置かれる。鼓字は比較で外角を追った打楽器の一種を意味する。また同士として鼓を打つこと、ひいては広く打楽器を打つことを意味した。古代中国の都市では金と鼓によって人々に時刻を知らせており、民心時代、 明日金くれ鼓と言い,い、上地の東に主郎、西に頃を設け、毎日、虎時と術時に金を鳴らし、犬時から2時間ごとに鼓を打った。このため、一鼓、二鼓、というように、鼓字で夜の時間を表した。その他、振動させること、奮い立たせること、突出する様などを意味する。その字型は、鼓の形にかたどった左部に手に棒を持って、 鼓を打つ形を表す、詩からなる。このためおそらく本義は鼓を打つという動詞であり、後に鼓自体を表す名詞となったものと考えられる。変貌の意図としては鼓に関することを示す。鼓部はこのような意図を構成要素に持つ漢字を収める。香港の常用技時計表においては、他地域で詩となっている部分を、度とする。鼓。ありがとうございます。